色上質紙を使って菊の花を作りました。まずはじめに茎を作ります。チラシの棒を作る要領で A4 の紙を巻いて作ります。端の薄くなっている部分を折り曲げてセロテープで留めておきましょう。刃は本物の刃をコピーして型紙を作り、色画用紙と重ねてホッチキスで留めて作ります。型紙は説明欄からダウンロードすることもできます。型紙の線に沿って切り取ると葉っぱの形が出来上がります。ホッチキスで留めているところは最後に切り落としましょう。ハンカチなどの上で色鉛筆でなぞって葉の筋をつけます。花びらには色上質紙を使います。厚さは薄口、大きさは B5 サイズです。これを横長に置いたら1センチほどずらして細長く折ります。向こう側2センチほど残して輪にしている方から3、4ミリ間隔で切っていきます。シュレッダーバサミを使うと早いですが、普通のハサミやカッターナイフで切ってもいいです。端が残った場合は切り取っておきましょう。シュレッダーバサミを使った場合はこんな風にねじれています。紙と紙の隙間に物差しや下敷きなど平らなものを入れてねじれを直してください。ねじれのない状態で紙を広げます。ハサミやカッターナイフで切った場合はそのまま広げることができます。紙の端に糊をつけたら、今度はずらさず端をぴったり重ねて貼り合わせます。こうすると最初ずらしていた分、長さに違いが出て丸みが出ます。外側が長く内側が短い状態にしてください。短い方に両面テープを貼ります。幅は5ミリのものを使っていますが、1センチのものでもいいでしょう。これを少し剥がして、はじめに作った茎に巻きつけていきます。花びらのよじれを直しながら丁寧に巻きつけてください。だん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 巻いている位置が上がってきます。途中で外側と内側の切り込みの位置が同じになったら、両面テープを全部取ってしまい、根元にシワを寄せながらできるだけまっすぐ巻いていきます。この時も花びらがよれないように丁寧に直しながら巻いていきましょう。花の形ができました。そのまま置くと花が潰れてしまいますので、台をして置いておきます。額は緑色の画用紙を3センチほどの幅に切り、その真ん中をジグザグに切っていきます。これを花の根元に巻きつけて、額一つ分が重なるぐらいの長さで切ったら、両面テープを貼ります。先ほどの花の根元ギリギリのところに巻きつけます。額の部分からフローラテープを巻いていきます。今回は短く切って飾ってみましょう。
硬いので剪定バサミで切ります。これを畳の切れ端をくるくると巻いたものに刺していきます。花の色も変えて作ると綺麗でしょう。葉っぱは周りから差し込むようにして飾ります。いぐさといぐさの間に挟まってこんな風に止まります。いぐさのいい香りがして和室に菊の花を生けているような感じに出来上がりました。